今大会ペアシルバーメダリストロシアのエレーナ・ベレズナやアントン・シハルトリトゼ組です。シルバーメダリストのペアスフォンロシアエレーナ・ベレズナやアントン・シハルトリトゼ。20歳と21歳のペア、イレーナ・ベレズナーヤ、怪我から復活しました。アントン・シハルリテ。曲はバルセロナ。持ち上げます。スプリットのダブルツイスト、そのまま上げます。力技です。これは珍しいデススパイラルの変形。このデススパイラル回します。ナイスです。若い2人、スピードと、そしてよく息の合った大技。とても2年前に大怪我をしたイレーナさんとは思えません。息の合った2人、恋人同士のイレーナとアントンのペア。惜しくも金メダルには届きませんでしたが、これから世界のペアの世界をリードしていく2人です。ハンドトゥーハンドですが、複雑な上げ方、女性のイレーナの柔らかさを遺憾なくアピールしています。そして男性が自分で足を持ちながら、これも難しい技です。体の柔らかさ、そして鍛え上げた練習量の豊富さをよくアピールしました。それではイレーナさん、担当さんに、このスローモーションが出ている間、なかなか観衆は拍手を休みません。当然アンコール。スローイングのトリプルサルコー、こういうこともあります。ラフマニノフのエレジー、靴の上にエッジが乗ってます。
2人の信頼感、そして練習の豊富さ、本当に片時も手を離さない2人です。どうもありがとうございました。イレーナ・ベレズナーやアントン・シハルリネ。これから先この2人が世界のペアの世界をリードしていくと思います。ファンの皆さん、目に焼き付けておいてください。